今年はですね、無料キャンプ場を探して、牛のダムキャンプ場というところに、向かっております。向かっておりますって言っても行ったことないのでね、ナビ頼みなんですけど、大平村っていうところだったな。前回の、無料キャンプ場を探して動画、金田森公園キャンプ場はたどり着くことができなかったんですけど、あの後に車で行ってみて、動画でいうところの泊まって住宅街だなとかって言ったところの左手の急な坂を登っていくとたどり着くんですけどね。まあね、小さいキャンプ場ですよ。まあ、チェーンもかかってましたしね。トイレも鍵がかかってね、あれはやっぱり役場に連絡しないと、そういう設備が使えないようなんでしょうね。まあでね、やっぱちょっと小さいし、開けてないっていうのかな。景観があまり僕好みではなかったので、まあ行くことはないかな。で、今回の、牛のダムキャンプ場は、まあ YouTube でもね、何回か見たことあるんですけど、まあ良さそうだなと思って行ってみたいなと思って、来月9月に、連携が2回あるんで、まあ行けたら行こうかなと思うんですけど、まあ景観もキャンプ場の景観も大事ですけど、私の場合、まあ僕の場合はトイレがね、やっぱ重要ですね。汚い、あんまり汚すぎるとちょっと嫌になっちゃうんですよね。憂鬱になるっていうか、もう恐怖感が湧いてくるっていうか。僕はもう小学校の時にキャンプやボーイスカウトやってて、まあ、毎年夏休みの時は1週間ぐらい連泊で鬼神戸でキャンプしたんですけど、当時はね、推薦じゃなくて、いわゆるそのなんていうんですかね、汲み取り式のトイレなんですよね。で、まあもうハイシーズンですから、みんながっつり食ってがっつり出すわけですよ。お、700m 右、みんながっつり食ってがっつり出すので、もうまたがる、電気にまたがるというのはね、もうその物がもう間近に迫ってるわけですよね。で、そこぐらいがもう嫌で、でもう僕はその当時のボーイスカウトの、はい、当時ね、キャンプ、夏のそのボーイスカウトの夏のキャンプは1週間うんちしなかったですね。もうしない方がいいっていうことで、これだったの、通り過ぎましたあんなとこ曲がれんの、ちょっと大きな道じゃないのということでですね、ちょっとね、嫌で、で、この間、この間ね、福島の、キャンプ場ね、何キャンプ場だっけ、モニワキャンプ場だっけかな、まあ、トイレも水洗で、その設備自体のはいいんですよ。ただその使い方ですよね、まあ、床がちょっと汚れてたり、汚れてたって想像してもらえば分かりますけど、あれはないですね。やっぱりできなくて我慢しちゃいましたね。トイレ汚くて嫌だなんて言ってたら、まあ、アウトドアマンかとか、お前それでもキャンパーかなんて怒られちゃいそうですけどね、ガチの人にはね。まあ、僕は何でもなんちゃってなんで、まあ、バイクもなんちゃってなんで
トイレはね気になりますよね。あとね気になるのはやっぱりバイクで行きたいので、バイク乗り入れできるのかとか、その点ね、ちょっと見に行こうかなと思います。で今曲がるとこ通り過ぎちゃったんで、どっかで、U ターンをして、あんなとこ曲がるのかな。しかしだ次曲がればいいのかな。本当ね、トイレはやっぱ綺麗じゃないとね嫌ですよね。 あった牛のダム、近いね。はい、花の森ゴルフ場のバーに行く道なんですね。はい、わかりました。まあ、今日は8月19で今日は8月19日、バイクの日ということなんですけども、まあ、バイクの日じゃなくても君らバイク乗ってるだろ、いや乗れるだろっていうあ、なんだバイクの日って、スーパーのなんかねお肉の日みたいなもんなのかな。まあでも今日ここまで来ると結構バイクすれ違いましたね。この間行ったモニワキャンプ場っていうところもダムのダムサイトの下に設置されたキャンプ場でしたけど無料でしたよね。で今回の今見に行く、牛のダムキャンプ場も無料ですけど、鳴子ダム僕がしょっちゅう行く荒尾湖畔公園キャンプ場かな、あそこは500円かかるんですよね。税金で作って金取んのってどういうことって言いたくなるんですよね。無料でありがたいねなんて喜んじゃダメなんですよね。無料で当たり前だろバカ野郎っていうねこのぐらいのこと言わないとダメなんですね。本当に間昨日おとといいつだっけな、最近なんかテレビで見ましたけど、フィンランドではもう子供の教育もう小学校から大学まで無料ですからね。無料ですからね。でもなおかつ子供ができると育児セットって国から送られてくるらしいですから、斜め右、はい、ね、はい、もう、ま、もう600m、600m で着いちゃう。あんまりいいな、ぐね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 変なとこ細い道入っていったりしなくて、ああここかな。
キャンプ場なんだね。行くと一周できんのかな。うん、まあ小さめでもいいね。景観はいいね。今のサーブかな。もうサーブって車作ってないのかな。全然見えないけど。小さいサイトだから休みの日はもういつ来てもあんな感じなんだろうな。あ、ここでやってる人もいる。ここでやってもいいの？デイキャンプかな。うん、まあいい感じですね。カナダ森キャンプ場よりはいいわ。全然いいね。土日じゃなくて平日に連休取れた時はいいかもしれないな。うん、ちっちゃいダムだね。農業用のダムだね。